はい、皆さんこんばんは、八幡でございます。ですね、今回PSA 鑑定品を救済しようということで、続けていたこちらの動画のシリーズなんですけれども、とりあえず今回で一旦、完結しようと思っております。で、私がなんかこうもごもごとしていた、結論なんですけれども、最終的にはですね、PSA 鑑定品を訪問販売していただきたいっていう内容になります。で、特にですね、今その転売屋さんですかね、たちいろいろとね、やってるんですけれども、その方たちにね、特にその、訪問販売の仕方、ちゃんとね、訪問販売って言ってもね、その例えばターゲットをどういったところにするかで、値段をどういったところにするかで、売り方をどうするか、いろんなやり方ノウハウがあってですね。で、適切なターゲットに適切なものを適切な値段で適切に売ることでですね、非常に、なんて言いますか、まとまった感じになりますんで、そうですね、ターゲットは、もうズバリ、孫のことを、可愛がってるおじいさんになると思う、おじいさんおばあさんですね。はい。おじいさんおばあさんになると思います。で、値段は安い値段の PSA 鑑定品でいいと思います。割とそのなんかカルドバとかで結構お安い値段で流れてる PSA 鑑定品いっぱいありますので、あれをそうですか、孫が可愛いなって思ってるおじいさんおばあさんに、ターゲットに、訪問販売するのがいいと思います。で、そのいい感じのね、あと。その要はノウハウなんですけど、訪問販売っていうのは営業なんですけど、営業の仕事っていう、こういうやり方があるよっていうのが、一定のノウハウがありまして、そういったことはね、どうやって学ぶかっていうところは、結構大きな課題にはなってくるんですけれども、私が見てる限りその転売屋さんたち、なんていうかそういう、ツリーというかね、あるんですけれども、なんていうか上位にいらっしゃる方々って言っちゃっていいのかわかんないですけど、結構そういう、何ですか、営業のノウハウみたいなことを、その転売屋の子供たちっていう、転売の子たちに、教えることが多分できると思うんですよ、私は。で、私はちなみに、営業の仕事を、4年かな ?4 年やって、そこそこ、身につけたスキルはあるんですけれども、多分私だったらこう売るな、みたいな感じもあるんですけど、そういうふうに簡単に何年も学んだ営業の仕事で学んだスキルみたいなのは、普通に普遍的に存在してますので、誰かがね、転売屋さんたちにそういったことを教えてあげられたらいいんじゃないかなとは思っております。ただ、私的な、個人的なアドバイスをさせていただくのであれば、転売でも何でも、何ですかね、転売っていうお仕事と、あとその、営業、私が営業という仕事を4年間やった感想なんですけれども、そういうなんていうか、販売だけをずっとやる仕事、なんか販売専門の仕事っていうのは、なんか、なんですかね、こう、それのプロを目指すってなると結構しんどいので、3、4年ぐらいで、なんか、もっと他のスキルとかも身につけて、キャリアを広げるようなそういったイメージを持ってですね、取り組んでいけるといいと思います。なんでまずですね、取っかかりのところ、そういう転売屋さんたちに営業というものが仕事があって、営業というスキル身につけることができれば、社会的にね、可能性を広げることもできるし、ただ私にアドバイスをすると、営業のプロを目指す人間っていうのは限られているので、3、4年後、そういうお仕事で、スキルを身につけて、その後、どんな人生を歩んでいくかっていうのは、己自身の、なんかこう、好きなものとか、やりたいこととか、そういったことを考えて、やっていくのがいいと思います。こんなところですかね。じゃあ、今日の動画はこれで終わります。動画ね、
落ち着いたらまたあの PSA 鑑定品に関する動画とかもこれからまあ上げていきたいなと思ってますんで、まあ、よかったらですね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では今日はこれで失礼いたします。またお願いします。バイバーイ。